ピオキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、インディアナモールステンプルオブトロールということで、インディアナモールっていうのはインディアナ州のモグラっていう意味らしいんですよ。そしてテンプルオブトロール、寺の騙しコースっていう意味なんじゃないかな。なんで2つを組み合わせてインディアナ州のモグラの寺の騙しコースっていう意味になるんじゃないんですかね。どうですか？絶対違うよね。それじゃあ早速始めていきますか。クリア率は 0.86%、 そんでボールスって書いてるぐらいだから、今回このコースチョロプーが活躍するステージだと思うんですよ。開幕チョロプー来るのか。危ねえ、動かんでよかったら。いつもだいたい動かなかったらさ、開幕何々引っかかるんですけど、ここはジャンプしていきたいと思います。うわ、上合ってんのかな。上が正解。あ、入れない。開幕入れない。なんだ開幕入れないって、もう二度と使うことなさそうだぞ。じゃあここは上にピンポン言われたから何もしないでいいんだね。そしてこの四角の枠、何なんだ。下に登って上に行けっていうことか。それじゃあここはどうしよう。一旦上に行ってみる。わ、キノコ手に入れたけどさ、一旦ここのオンしていいのかな。パンまだキノコは手に入れてるからね、僕は。あ、進めない。いや、大丈夫。そしてこのボム兵を倒して右に行けと、そういうことだね。一旦このまま右にダッシュしてってみる。それが正解なんじゃないかな。いやー、僕思うんですよ。あの鍵があるじゃん。あの鍵を手に入れるとオンオフが変わって下に行けると、そういうことなんじゃないですかね。それじゃあここは右のヒントに書いてあった通り、このドッカーに入れっていうことだと思うんですよ。ただ一旦キノコ取っていくのが正解だと思うんだけど、どうなんだろう。そのまま入っていってみます。どうなる。頼むキノコ、当ててくれ。このバグの方がしゃがんでおけば大丈夫だったんじゃないかな。頼む、合ってて。よっしゃ、来ました。そしてここは下と上、どっちだ。いや、右、こっちの方が怪しいよね。ここで Z してみようか。指示通りに行きたいと思います。いや、絶対合ってるよこれ。で、このまんまオンオフをして右に行けっていうことだと思うんですよ。でやでい、なるほどね、もう分かった。こっちの方が正解だったっていう子ね。そして右にすいません、全て笑ってごまかそうとしてました。僕、イカれた笑い方で。こんなんだから Twitter でピオキングは罠に引っかかった時イカれてるって言われんだよ。じゃあここは下でいいのかな。一旦下に行ってみるよ。そしたら何がある。あ、右ね。いや、いいよいいよ、今回のトロールコースは面白いね。じゃあここは一旦下に行ってすぐ右に行けば、そういう何をする。それじゃあこの下バネに気をつけて右に渡れっていうことだね。そしてオンオフをして上にすぐに行って、多分土管で合ってると思うんだよな。左は絶対に違うもんね。それじゃあこの土管に入っていきましょう。うわ、キラーが何もしない。よっしゃ。そしてこの上にくたばれ一応やじどもが。まあ大体分かってたよ。ここは走ったら罠に引っかかるんじゃないかなって。僕は自称エンターテイナーだからね。動画映えのために引っかかったっていう。すいません、嘘です。なんでよ。それじゃあしっかりとスターが切れた状態で先に進みましょう。これで中間ポイントゲット。よしよし、上は何もない感じ。それじゃあ右のあのブランコに乗ってステップロカッ。いや、わかんねえって、どっち動くか。たださ、右上にヨッシーがいたよね。ヨッシーの方行ってみようか。そっちが正解なんじゃない。そしてこの先すべてなんかあってよ。死にたい級とかさ、最近死にたい気不足なんだって。それじゃあここは下のスネークブロックに乗って先に進めっていうことだろうね。そんでこのスネークブロック早いから怖いんだよな。先なんもねえし、左に渡れってこと。こっちで合ってる、合ってるっぽいよ。それじゃあこの土管に入っていきましょう。さあ次はなんだ。このキノコ取って何もしない。引っかかったって思うでしょ。きっとこっちが正解だよ。合ってる。そしてこのピンスイッチをして。変わってよ。なんで変わんないの。そういうのずるいね。これはキャンデルズちゃんとか言うとね、もう思ったか。いつまでもアイドル扱いしねえからな。それじゃあここは右ダッシュしてドスを抜けろっていうことだろうね。さあ進んでいきますか。次は何が来るんでしょう。パウが落ちてきたけど P ドアに入らない剣っぽいよ。このハテナはパウ、このハテナが P スイッチっていうことか。それじゃあここで一旦 P スイッチを踏んでパウを持っていきたいと思います。このパウ持っていくのが正解だよきっと。ハートハート半分しかないけど大丈夫かな。あ、またピンスイッチをして左に戻るっていうわけじゃないよな。それじゃあ何が来るでしょうか。なんか知りたい級僕ら。あ、一旦さ、ここでパウ持ってきてるからさ、ここでパウを置いてこのドアに戻る。これが正解なんじゃない。頼む、合ってて。いや、合ってた合ってた。今のところで多分行くべき道は合ってたと思うよ。ただキノコをさ維持したまま行けっていうことだから、ここのキノコのところで一旦ショージャンプしてかわす。これで正解なんじゃないんですかね。さあさっきのところまで進んでいきますか。さあキノコ状態で戻ってきたんですけど、ここで一旦左でパウブロックを置いて土管に入る。多分それが正解だと思うんですよね。待って、生かしてよ。本当に合ってんのかこれで。頼むから左に生かして。こんなに上にバーガーって入れねえじゃねえか。え、この生き方じゃないのかな。まあこんな回りくどいやり方はしないよね。一旦チビになってもう一回あのとか入ってみようか。パウを消すんじゃねえ。ここさパウを3つ重ねてこの状態で上の土管に入れっていうことなんじゃないかな。そういうことか。あの矢印がヒントになってたんだね。さあ僕の大好きなドクロコースターいきますか。待って、置いてかないで。まあ見事この上の土管を当てることができたんですけど、この P スイッチ持っていくか持っていかないかだよね。まあ持っていけるもんは持っていこう。多分最後に必要になってくるんじゃないかな。そして今当たってしまったけど、ここは下でいいのか矢印使用するぞ。あ、待って、つらら土管に入れない。それじゃあここはもう上しかないね。いやこれ当たるの必須なんかな。絶対当たってしまうんだよね。それじゃ一気アップ取ってよかった。今そのまま右行ったらエンジェルブラパにやられてたよ。それじゃあここは羽を取って右に進んで、いやこのハテナ気になるな。ファイヤー一旦このまま右進んでってみようか。そしたらどうなるんでしょうか。ここで B スイッチをしたら終わりだよね。全部ブロック変わるでしょ。やめねえってどいてくれよこの口先植物が。それじゃあ今やられたところでさ、フライって書いてたんだよね。飛んでいったらなんか変わんのかな。ちょっとこの状態で飛んでってみる。そしたらブラパが出ないみたいな、そんな仕組みある。あれなんかちょっと違うね。急に変わるのはずれ。ただマントなしでいけるかなこの状態で。頼む、このまま先に連れてって。よっしゃ来た。さあ一旦チビになってしまったけど、どうなる。なんでまたここ。まあこれはね結構やられるの簡単だからいいけどさ、他に行くべき道あったっけな。それじゃあこの土管だよね。こっから左上この土管に入れっていうことかな。多分これで合ってるでしょ。この方矢印信じていいんじゃないの。熱すぎ。めっちゃ熱すぎ。こっから一旦あのドアに入ればいいっていう感じなんじゃないかな。さあ行きましょう。この方さ、あ、行き過ぎた。これさっきの死体駅の場所じゃんか。ダラダダ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 。それじゃあ次こそあのドアに入ってみせるよ。あのブロックがペラペラしてるうちに。くそ、ペラペラしてんじゃねえ。こっちはいたって真面目にやってんだ。これしかも地味に難しいね。調節がさ、この、よっしゃ来た。それじゃあドアに入ってもうすぐゴールがあるんじゃないでしょうか。チェックポイントは、いや大丈夫、これはゴールへの道。やったよしごめんよ、一緒にゴールしたかったね。まあまあまあ無事ゴールができました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオワイヤー状態で登るだけというこのコース、隠しブロックはないですということで、サムネを見る感じはですね、ワイヤーマリオになってスピンジャンプでパックを踏んでゴールっていう感じだと思うんですよ。ただファイヤーマリオでスピンをするとファイヤーボールが出ちゃうんだよね。それをどうやって攻略していくんでしょうか。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.76%。 いや久しぶりにさ、ザ一発マリオっていう感じの一発マリオが来たね。さあまずファイヤーフラワーを取って、あいや違うんだって、間違えたんだって。ダッシュしようと思ったらさ、ファイヤーボール出しちゃって、ちょっとやり直すね。そしてコース面の通りファイヤーマリオのままゴールだったね。このパックンのギリギリまで近くに行ってスピンジャンプで登れないかな。うわ、やっぱファイヤーボールが出て倒してしまうよね。それじゃあもう一つ考えてることがあるんですよ。実はこれが本命だね。この壁ジャンプしてスピンジャンプめっちゃ左に行くじゃん、このスピンジャンプ。これでパックを生むことはできないんだね。じゃあファイヤーボールが出るより早く打っていく。この唇植物がトロールコースだったらいつもバカスカやりてくるじゃねえか。そんぐらいぐらい耐えてみせろよな。なあいや、すっきりしたねただすっきりしたところでこのコースの攻略法がまだ分かってないんだよな。これ闇雲にするよりファイヤーの出方を考察してった方が良さそうだね。一旦小スピンジャンプしてみる。そして大スピンジャンプ。あんまりファイヤーの出る位置変わんないね。そんじゃあ次は後ろ向きにスピンジャンプしてみようか。そしたらファイヤーの位置とか変わんないかな。うわ、やっぱ変わんないね。前向きと、あ、ちょっと待って、これさ後ろ向きにスピンジャンプするじゃん。そしたら右に出るファイヤーが2個目に出るんだよね。ちょっと今の分かりにくかったかもしんないからもう一回説明すると、前向きにスピンジャンプしたら右に出るファイヤーが最初に出るんだよね。で、左向きにスピンジャンプしたら2個目に出るの。っていうことはさ、走って左向いてスピンジャンプしたらいけんじゃない？あとはスピード勝負だと思うんですよ。一旦左から走って左向いてスピンジャンプ。きたこのアイデアはマジで素晴らしいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。